人生は小説よりも気なりは2014年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はアイラ・サックス、出演はジョン・リスゴーとアルフレッド・モリーナ、マリサ・トメーなど。ニューヨークを舞台に同性婚の合法化を受けて、ようやく結婚した芸の熟年カップルが辿る運命の変遷を描く。第30回インディペンデント・スピリット賞や第24回ゴッサム・インディペンデント映画賞。 第19回サテライト賞など様々な映画賞にノミネートされた。ニューヨークマンハッタンで39年間連れ添った熟年芸カップルベンとジョージは同性婚が合法化されたことを受け周囲の祝福の中で結婚する。しかしジョージが同性婚を理由にカトリックの学校の音楽教師としての職を失ったことから二人は 長年住み慣れたアパートから立ちの飾るを得なくなる。ベンは、老い、エリオットの家に、ジョージは、元隣人のゲイカップル、テッドとロベルトの部屋にそれぞれ居候することになる。新婚でありながら離れて暮らすことになった二人は、それぞれの居候先で居場所のなさを感じる。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、 ジョン・リス号とアルフレッド・モリーナの卓越した演技によって高みに登った人生は小説よりもきなりは逆境に直面した才の献身の美しさを優雅に賛美している。であり、176件の評論の内高評価は93%に当たる164件で平均点は10点満点中7.70点となっている。メトクリティックによれば、 42件の評論のうち、高評価は38件、賛否混在は4件、低評価はなく、平均点は100点満点中82点となっている。ありがとうございます。